はい、今回はですね、もう次世代機戦争というものが生まれなくなっちゃうんじゃないかなっていう話なんですけど、まあいわゆる30年前にね、次世代機ゲームハード戦争というものが起きました。まあプレイステーション、ね、ソニーのゲーム業界参戦をね、発端に、まあパナソニックとかいろんなメーカーがね、ゲーム業界を注目してたんですけれども、まあ以降ね、激しく何度も世代を交代しながら、次世代機戦争というものは起きてきましたけども、まあそろそろね、限界に到達しちゃったんじゃないかなと思います。まあ限界そのものは突破すればいいんですけど、今のところそんな要素がね、あんまりないといった感じがします。まあそんな中、任天堂スイッチはね、現在8年目のね、シーズンを迎えています。まあいわゆる異次元と言われてますけども、8年目の同じハードがですね、未だに活動しているというのはね、過去あんまりありません。ないことはなかったんですけど、ほぼないと言っていいと思いますけどね、スイッチ。じゃあ現状どうなってんだろうかというのはね、まあ世界規模ではまだちょっとあんまりわからないんですけど、日本においては、まあそこそこ売れているといった感じが、1月、2月、3月と続いてますね。それまあ実際にデータを見てみますとですね、こんな感じになっています。まあちょっとソニーの方もね一緒に入っちゃってますけど、まあ3月特に注目点だったんですけど、まあ特にね2024年 1,2,3 はプレイステーション5にとっては目玉タイトルがですね、毎月発売されるというね、またとない日本市場においてはチャンスだったんですけど、まあ残念ながら起爆剤とはなりませんでした。特に3月ね、どんどん加工していってしまい、現在2万台ぐらいで推移しているというね、特に品切れを起こしているって感じでもありません。実際品物はあります。ところがやはり2万台にとどまってしまっているところがですね、いよいよ窮地と言ってもいいんじゃないでしょうか。対する任天堂スイッチはですね、有機 EL モデルを筆頭に、その他のね、通常モデル、スイッチライトも堅調に、まあ販売をしていますんで、まあそういった意味で非常にバランスが取れている状態なのかなと思います。ちょっとね、高いなというね、ゲームユーザーにとってはスイッチライトで、まあなんとかなるといった状況もありますし、まあ金は少し出せるぞっていう人であれば有機 EL、 まあ実際有機 EL モデルが一番、スイッチファミリーの中では売れているということなんで、まあそういった意味ではね、次世代機スイッチの、価格も予想できてきてしまうといった感じはしますよね。おそらく自分の予想はね499%ぐらいだと思うんですよ。 49,980 円ぐらいかなと踏んでます。まあ実際6万円ぐらいいっちゃうと思うんだけど、これ6万円になっちゃうと、プレイステーション系とかね、Xbox 系の、なんていうのかな、性能に対してそこまで性能低いのに、6万とか7万すんのかよとかなっちゃうし、そもそも高くて、ね、任天堂の場合はさ、特に日本のね、日本市場が重要というのもありますんでね、さすがに6、7万にはしないんじゃないかなって気はしますんでね。まあ5万円弱の値段で来るんじゃないかなと思います。まあ国内においてはですね、まあ過去最も売れたゲーム機だった Nintendo DS がですね、3299万台だったんですけど、こちらをね、スイッチは抜き去りました。ということで現在国内ではね、一番売れたハードはスイッチとなりましたけども、まだね、世界規模で言うと、もう一息って感じですね。現在プレイステーション2がね記録を持っていますけども、さあどこまで行くかなっていう段階になりましたねといった感じですが、まあそういったことを考えると、まあスイッチってまあいろんなものをスイッチしたんだなと思いますよ。スイッチね、まあ本当はねいろいろと切り替えるって意味で使ってるんですけど、本当に切り替えちゃったような気がします。まあおそらくテレビとか携帯モードっていうのをね切り替えて使えるっていう意味もあったんですけど、もう本当にねすごくスイッチしちゃったというのがスイッチです。本当にこんなことが起きちゃうといった感じがしましたけど、まあ要するにね任天堂のね制作体制もガラッと変わりましたよ。まあかつては携帯機と、据え置き機がね分離しちゃってたんで、それぞれこうリソースっていうのかな、開発体制がそれぞれの分野に使わちゃわないといけなくなっちゃってたんですけど、まあ一本に絞ることができたためね、非常に効率よく
うまくいったんじゃないかなと思いますよね。だからまあかつてねソフト不足が叫ばれていたのが、まあほとんどスイッチに関して言えばそんなことは感じさせることなく、なんとね7年を経過して8年目を迎えています。まあただねリスクもあったと思いますよ。今まではあの携帯機と据え置き機でそれぞれのね売り上げが任天堂の売り上げになってたわけなんですが、それが一つになっちゃうということは非常にリスクだったんじゃないかなと思います。がよくよく考えると両方のハード、まあ携帯機と据え置き機が両方うまくいってたっていう時は Wii と DS 時代ぐらいしかないんですよね。うん、だからどちらかがいつも補っていたっていう感じがします。例えばまあ Wii U と 3DS だったら、まあ Wii U のね失速を 3DS が懸命にカバーしていたりとか、例えば GC 時代とかもあれですよね、ゲームボーイアドバンスが一生懸命フォローしていたといった感じがします。まあそんな感じでですね、まあ一本に絞ったところですげえ変わったのかっていうと、まあメリットの方が大きかったんじゃないかなと思いますよね。うん、といった感じで、となるとですね、さすがに8年目を迎えているスイッチですから、そろそろ新しいのがっていう気もします、正直ね。うん、ただこの辺もそういったサイクルもスイッチはぶち破ってんじゃないかなっていう気がするんですよね。はい、ということで要するに次世代機っていうのが、まあ今まで何でしょう、 CPU とかいろんなねメモリーとかが進化するのに合わせて、まあゲームハードもね進化していたと思うんですけど、そういったものが徐々に緩やかになっちゃってるから、そんなに差がわからんという時代になってしまいました。でかつ値段もね定価も高くなってきてしまったんで、だんだんこうゲームがね娯楽からなんかこう限られた人というか怖そう向けになっていっちゃう流れの中で、じゃあこのままでいいのかなっていうのがあったと思うんですよね。だからまあおそらく知らないですけど任天堂はまあかつてないほどキャラクタービジネスにねすごく力が入ってると思います。かつてはこんな売り方はしなかったんですよね。任天堂はね遊園地なんて絶対やらないと言ってました。まあ実際今も自力でやってるわけじゃないと思うんですけど、それでもこれほどね自社のキャラクターを展開しているっていうのはかつてないと言っていいと思います。今までは任天堂自身がやってなくて、まあライセンスをね渡して、まあ他のメーカーにやってもらってると、やらせてあげてるといった感じでしょうかね。そんな時代だったんですけど、今はね率先して自ら会社を持ってキャラクターをね育てて、まあ展開しているといった感じがします。なのでまあその辺もね任天堂がスイッチしたところだと思うんですよ。うん、となるとハードって今はもう誰でも作れるっていうのかな、どこの会社でもパーツ持ってくれば作れるわけですよ。かつてはね専用チップだったんですけど、専用チップだとコストもかかるし、ずっこけた時にね非常に損失もでかい。まあその辺プレイステーション3のねセルプロセッサーあたりで痛い目にあったソニーがね一番わかってると思うんで、まあ現在はね汎用チップでやってますけど、だからそういったところで、まあ要するに PC でも同じことができちゃってますよね現在ね。現在だからプレイステーションとか Xbox ならではのっていうのが薄れてきちゃってます。あのね、だからコアユーザーになればなるほど、じゃあパソコンでいいやとかね、じゃあライトユーザーはどうなっちゃうのかなと、まあスマホでいいやとかなっちゃうかもしれません。でその間にいるのがまあギリギリ保ってるのが任天堂なのかなと。だから任天堂もハードはね任天堂じゃなくてもいいといった気もするんですけど、まあアップルのようにねハードとソフト一体っていうのも一つね強みになると思うんですよ。特に任天堂今キャラクタービジネスに力を入れてるということは、まあまさにそこだと思いますよね。はい、ソフトが強ければハードも売れると。要するに任天堂ゲームができる唯一のハードがまあ任天堂ハードになります。当たり前ですけど、そこがね他社にない最大の強みになりつつあるのかなといった気がします。ただやっぱりね価格だけは気をつけないと、まあ任天堂 3DS のねローンチのようにずっこけちゃったりする可能性もなきにしもあらず、強気になってね6万7万にすると間違いなくずっこけると思いますけどね。
まあそんな感じでですね、やっぱりね、次世代機っていうのが非常に難しい時代になったなと思います。ただグラフィックスがね強化されたと、強化されるならいいんだけど、あんまり見た目よくわからんと、普通に見ると。詳しい人が見るとわかるのは多分あまり売れないパターンですよね。知る人ぞ知るっていうのは、多分知らない人は知らないんで、変わってないじゃんってなってしまいますんでね。まあそんな感じで、まあ任天堂もそろそろね、グラフィックス的に上限に達してるから、まあね、キャラクタービジネスという方向から攻めている可能性もありますよね。まあそんな感じで、次世代機戦争そのものはあるんだろうけど、そこまでかつてほど盛り上がらなくなってしまっちゃったなぁといった気はします。といった感じで、キャラクタービジネスをね、かなり前面に出してますんで、まあ次世代スイッチと言われているものはそんなにね、現行スイッチと変えてこないんじゃないかなといった気はします。なので、まあ正当進化、正当バージョンアップ版と、まあ次世代機と呼んでいいのかわからないぐらいなバージョンアップなんじゃないかなと思いますよ。まあウルトラシーでね、新ギミックなんてのあるかもしれないけど、まあギミックって得てして流行らないんでね、まあそういった意味では正当進化と思いますよ。まあそれでも、要するに任天堂のね、ソフトで勝負していくと思いますんで、まあまたね、その好循環が生まれるとね、任天堂にとってはいいのかなと思います。まあかつてのね、熱い次世代機戦争のようなものが減ってきたのはちょっと寂しい限りではありますが、まあついにね、ゲーム業界もまあ頂点と言っていいのか分かんないけど、最上位の方まで来ちゃったのかなといった気はします。まあここをね、打破してくれるっていうのがまた嬉しいことなんですけど、さあどうなることでしょうか。ではまた。